いやー美味しかったですね。まずね、麺が驚きの太さでずっしりとした食感が楽しみながらですね、チャーシューがまたうまいんですよ。スープが冷めたら温めてくれたりとか、特盛以上だとスープのおかわりもしてくれるんでね、ぜひ行ってみてください。噂には聞いてたんですけどね、結構本格的な中華そばって感じのラーメンが出てきてですね、昔懐かしい感じの味でしたね。やっぱり500円で食べれるっていうことで結構お得ですね。でお弁当も売ってるんで、ラーメン食べて足んなかったらお弁当買って帰ることもできるんで、なかなかいいのかなと思います。がっつりでした。食べれるかなと思ったんですけど、まあ美味しかったんでペロッといっちゃいました。麺が結構太い感じのしっかりした感じで、他のラーメンとかあえそばとかも気になるところなんで、また来たいなと思います。このラーメンに野菜、油、ニンニク、辛め、ちょっとコールしてみました。がっつりもやし入ってて、なかなか食べ応えがあって、やっぱ豚腱ってだけあって、チャーシューもがっつり美味しかったんで、ぜひ皆さん行ってみてください。
まずはね、このラーメン食べるときはスープからいくんですよね。この一口目のスープを存分に楽しむと。でここの場合はですね、角煮がいっぱい入ってるんですよ。この角煮がプルプルでですね、じっくり油を見てバクッと、最高ですねこれ。はい、これね、肉がいっぱいあるんでね、まず肉からある程度片付けて、今度は麺の方をすすっていきたいと思います。熱いんでね、ちょっと一気に、うん、最高ですねこれ。口の中で麺をしっかりと味わって完食ですね。今回はラーメンサイさん塩煮干しラーメン大盛りとチャーシュー丼をいただきました。塩ラーメンということでちょっと透き通った感じのスープなのかなと思ったんですけど、まあ、煮干しが入ってるっていうので結構魚粉みたいな粉っぽい感じの、予想以上に濃いめの塩ラーメンっていう感じでしたね。麺はつるっとしてて、比較的太めなのかな、粉が絡んで煮干しと塩の味が濃厚みたいな感じのラーメンでしたね。で、チャーシューがですね、ラーメンのチャーシューっていうよりもローストビーフみたいなのに近いような、なんかちょっと香りが立ってるような感じのチャーシューで、それもまた意外な感じですね。まあ人気店っていうことで、他のラーメン屋では味わえないような感じのラーメン。で、化学調味料使ってないっていうことで、それであれだけの味が出せるっていうのは、やっぱ素材に凝ってるのかなというように感じています。皆さんぜひ一度行ってみてください。チャンネル登録お願いします。